須門岳は、新潟県ウオ沼市、三上市、長岡市にまたがる、第四期火山である。標高は袴岳の1537.2メートル。日本200名山の一つでもある。およそ240万年前、170万年前に、活動した安山岩室の清掃火山である。西側より、大岳、西雲岳、袴岳の三つのピークで構成され、 総称してスモン岳と称する。地元では、スモン山と呼ばれることが多い。雪消えが遅く、頂上付近の大雪日で知られる。北側に火山活動に伴う爆裂加工を起源にすると思われる新色カルデラがある。前期3ピークの他に、エボシ岳、黒姫、富士平山、中津股岳などがあり、山階自体は巨大である。大岳の頂上には、 スモン大名神が祀られている。登山道は合わせて6コース整備されている。代表的な3コースを紹介する。JR 只見仙台白川駅からスモン川に沿って大原スキー場に向かう。スキー場上にある牧場跡地の車道終点に登山口の標中がある。登山口より約1時間で、江出市と言われる展望の良いところに出る。痩せ尾根の急登を登ると視界が開け。 越後三山が見えてくる。やがて緩やかな傾斜になると三の芝と呼ばれるところに着く。東側に浅草岳が眺望できる。二の芝、一の芝と登り袴岳に着く。山頂からは、越後三山、浅草岳、合図の山々、飯豊、佐渡島まで見えることがある。所要時間は、往路約3時間30分。魚沼市2分より、 二口登山口まで約2トル。二口登山口には40台駐車可能の駐車場とトイレが整備されている。5分ほど平坦な道を歩くと急登が始まる。約30分で森人清水と言われる、このコース唯一の水場に着く。うなばやしを登り切ると谷内平に着く。谷内平から滝見台までは緩やかな登りと下りが続く。 滝見台を過ぎてから急登を約1時間登り切ると、大岳と青雲岳を結ぶ分岐に出る。分岐より、青雲岳を経て袴岳に着く。所要時間は、往路約3時間30分。長岡市を縦断して流れる品濃川の支流、狩谷田川の上流に向かうと、狩谷田川ダムサイトに着く。ダムサイトの脇を過ぎほ、呉れまでは、約9キロメートル。 狭い車道で車のすれ違いには注意が必要。北玄登山口には約20台駐車可能。北玄小や脇から登り始め約20分でキビタキ清水に着く。不動、平まで登ると傾斜が緩くなり大岳に着く。大岳からは、阿波が、竹、川内山階、弥彦山、越後平野、佐渡ヶ島が展望できる。 南側の網張りと言われる暗部に一旦降りてから登ると、星雲岳、二口登山口からの分岐に出る。分岐より、星雲岳を経て袴岳に着く。所要時間は往路約3時間。ありがとうございます。